ルノー 4CV は、フランスのルノーが1946年から1961年まで生産した小型乗用車である。社名の 4CV は4馬力を意味するが、これは実際のエンジン出力ではなく、フランスにおけるかつての自動車課税基準である、課税馬力のうち、当時のカテゴリーで 4CV に相当することに由来する。フォルクスワーゲンタイプの影響の そのリアエンジンレイアウトを踏襲して、経済的な国民車として作られ、フランスで初めてミリオンセラーとなった乗用車である。フルモノコック構造の軽量な4ドア4座、セダンボディを備え、サスペンションは前後ともコイルスプリング支持の独立喧嘩である。車体後部に水冷直列4気筒オフエンジンを縦置きし、後輪を駆動するリアエンジンリアドライブ方式を用いた。 ステアリングギアボックスは操縦性の良いラックピニオン式であった。当初 760cc17 馬力だったが、ほどなく1950年には 748cc にわずかながら縮小された。これはレースに出場する場合 750cc がクラス分けの基準であったことからそのラインに合わせたものであり、戦後の復興期にこのクラスの小型車にまでレース出場を考慮した、 排気量変更を行ったのは注目すべき措置である。このエンジンに3足 MT を組み合わせ、わずか6 0 0ラム弱のボディを最高速度時速1 0 0トルに到達させた。4CV は当初、フランスのナチスドイツ占領時代に、ルノーの技術者が開発していたものだった。当時、開発、生産は商用及び軍用目的に制約され、 乗用車の開発が厳しく制限された中で密かに行われていた。フェルナン・ピカールが率いた設計チームで、シャルル・エドモン・セール、ジャン・オーギュスト・リオル・ホラが、社会級墓器に適合する小型エコノミーカーを作り上げた。1942年に最初の試作車が完成、続く3年間でさらに2種の試作がなされた。4CV については、フォルクスワーゲンの設計者である、 フェルディナント・ポルシェがドイツ敗戦後のフランス抑留中に設計させられたという俗説がしばしば伝わっているが、これは伝説であり、史実は1945年ルノー側が交流中のポルシェに 4CV 試作者に関する好評とアドバイスを求めたに過ぎない。試作者を実験したポルシェは良い設計の自動車であると評価し、サスペンション改良に関するアドバイスを与えたという。 ドイツから解放された1944年時点で、ルノーには2つのニューモデルのプランがあった。1つは小型車の 4CV、もう1つはフロントエンジンだが後輪にスイングアクスル独立喧嘩を用いた 2000CC 級中型セダンである。世相から見てより必要とされていたのは明らかに前車であり、後にルノーフレガートとなった中型セダンの市販は、 1950年まで遅れた。1946年パリーサロンデイヨン CV は公衆の前に姿を現した。発表の席ではラ・モッテデブールと呼ばれた。その形とドイツ陸軍が北アフリカで使用したサンドイエローの色からだった。初期モデルの塗装はサンドイエローが多く使われた。その生産に際しては トランスファーマシンの導入による効率化も図られ、近代的な量産体制が整えられた。発表当初は、フランス経済自体が不透明で売れ行きも良くなかったが、やがて生産は軌道に乗り、戦後の国営化で再発足したルノー公団の経営を支えた。1949年半ばには3万7000台が売れて、フランスで一番人気の車となっていた。 生産は10年以上も継続されることになった。1956年には、後継として、ルノー・ドーフィンが発表されたが、ドーフィンは 4CV よりも価格が上がり、結局 4CV は廉価版として、ドーフィンの生産終了前年の1961年まで、共に生産された。4CV は110万5547台が生産され、フランス車で初のミリオンセラー車となった。 実質的な後継としては 4CV と同型エンジンを搭載し、社名も同じ 4CVQ を意味する名とした全輪駆動車、ルノー4が1961年に発売され、ほぼ同額で販売された。4CV はシャーシ自体の基本設計が当時としては優れており、操縦性が良好だった。改造も容易で、レースやラリーにしばしば出場し、 1940年代末から1950年代には、ルマン24時間レースや、ミレミリアの 750cc クラスで何度も優勝している。またレーシングカーの改造ベースとしても多用された。アルピーヌ・トルノーが最初に組んだのは、アルピーヌ A106 で、これは 4CV ベースで製作されていた。両者のチームワークは後に、アルピーヌ A110 で、 世界ラリー選手権優勝を果たしている。日のルノー 4CV1957 年日のルノー 4CV4CV は日本において日の自動車がライセンス生産を行った。1953年からルノー工団との契約の下のノックダウン生産を開始した。順次国産部品の調達率を高め、1958年3月、ついに完全国産化を達成。 フランス本国での生産が終了した後も1963年まで生産された。その間には日本のアクロに適合するよう足回りの強化が行われ、エンジンも強化、また当時の中速車、高速車規格に適合させるためバンパー延長で車体長を稼ぐなどの措置も行われている。後に、日野、コンテッサのエンジン開発などを担当した鈴木隆によれば、 旧気口をフロント側に移設する、マフラーを独自設計する、エアクリーナーを不織布ベースのものに変更するといった改良も行われたという。軽量で機動力に富んだミニマムな4度和車という特性から、タクシーにも好んで使われ、その愛嬌ある姿から一般にも、カメノコルノーなどと呼ばれて親しまれた。ありがとうございます。